あ、おはようございます。美少年の岩崎大将と申します。私、さっき言ってたと申すんですけれども。申すんですけど。さきカメラというもので、ちょっと。いや、もうなんか時代を感じたもん、俺。感じました。一話見た時、スマホじゃん。スマホだーと思ってそうなんですよ。で、今までだとこういうカメラでしたけど、今回からスマホとジンバルになって、はい、そうなんですよ。はい、それ回ってんすか？回ってます、今。なんすか、これ。サキカメラっていう、これ SNS に上がる動画。いいですか？あ、ダメです。え、ダメですか？ダメですか？ごめんなさい、待ってくださいよ。事務所で許可取りました。いやいやいや、僕も一応、ジャニー事務所の人間として、ちょっと、一応、まあ許可は取ってないですけど、まあ大丈夫かな。はい、いけるな、いける。すいません。ちょっと、お二人ちょっと並んでいただいていいですかね。ミッチーです。頑張ってます。マジイケメンっすね。ちょっと二人とも、マジイケメンっすね。え、ごめん。ふざけてる？え、ふざけてる。ドラマ見てると全然イメージ違うんだけど。いやいや、全然本当に。ふざけてない。ふざけてない。ほんと、マジで。いや、マジイケメン。面白い人だね。いや、そんな、本当に。勘弁してください。ありがとうございます。山田くん。はい。で、ちょっと二人で、金田一少年、じっちゃんの何かけて、ちょっといただいていいですか？バカにしてる？してないです。ちょっと。やっぱちょっとダブルでいただきたいなと思って。いいですか？え、何でしょうか？じゃあ。近代少年の時間。全部。見てね。見てね。ちゃんと何か。いいですか？ありがとうございます。近代少年の事件簿、見てね。じっちゃんの何かけて。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さすが。ちょっと、時代を超えてコラボみたいな。なるほどね。ありがとうございます。さあ、ちょ、マジイケメンですよ。えマジイケメンですよ。バカにしてんだもん。してないです。してないです。本当に。あ、お邪魔します。